平室の泉は長野県塩尻市にある泉、塩尻市指定の史跡、塩尻市中心市街地から離れた山際の平室集落に位置する。縄文時代から平安時代中期にかけての遺跡群である平室遺跡の一角にあって長い歴史を共にしてきたとされている。平室遺跡は国が1952年に指定した国指定の史跡であり、 平室の泉とその周辺についても1970年、塩尻市の史跡に指定されている。泉の近くには遺跡の出土品を保存、展示している平室遺跡考古博物館がある。周囲をせき止めて池にしており、面積 16.7R、水深は最大で6メートルである。1秒間に4リットルから5リットルの地下水が湧き出しており、そこにある石も、 光を受けてキラキラ光るのがわかるほど成長である。地元では、水の透明度合いで天気を占っていた。澄んでいれば晴れ、濁り始めれば、やがて天気が崩れてくるという。泉の水は水門を通って、集落の用水路へと流れていき、下流の農地を潤している。水争いを避けるため、園庭が築かれた江戸時代から、厳格なしきたりに基づく水管理が行われてきた。 上水道が整備される以前は飲料水としても利用されており、お茶は泉の水に限ると言われていた。水温は1年間を通して、摂氏10度前後に保たれており、冬であっても水面が欠氷することはない。気温が氷点下になると、もやが立ち込めてくる。湖畔には約200本の桜があり、泉の影響で温暖なのか、市内でも一足先に開花する。ありがとうございます。